青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様お元気でしたか？料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて始まりました、愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラー青木由美さんがラジオを聴きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組となっております。ではまずはじめに、今注目の料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業されました。料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために、この番組をはじめ婚活料理教室、そして各種セミナー、取材、執筆などですね、精力的に活動されていらっしゃいます。今日もお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして今お話しさせていただいておりますのが、私佐々木千秋と申します。普段はですね、ドラマや映画に出演させていただきました、いただいていたりですね、佐藤製薬様、リゾン様、他の CM などにも出演させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで、言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいておりますので、皆様よろしくお願いいたします。そしてですね、来月9月の14日からブルガリアで開催されるアニベンチャー2019での招待上映が決定した映画22世紀寓話という作品にも出演させていただいております。現在予告編が YouTube で公開中でございますので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。さあ今回もですね、こんな2人で楽しんでいきたいと思います。はい、毎回ですね、皆さんに料理、婚活などについてお伝えしておりますので、今回もぜひ皆様楽しんでいってください。それでは初めのコーナーは、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。そして残り物3段活用ということで、一つの食材に対して3つの簡単なレシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今日の食材は何でしょうか？今回はですね、はい、定番野菜の人参についてのレシピ3つ紹介していきたいと思います。人参、冷蔵庫の中に意外とね、うんうん、ありますよね。ありますね。なので今回はですね、はい、ツナの人参和え、はい、そしてピーラーで作る人参麺のサラダ、お人参ドレッシング、この3つです。なんだかすごいですね、人参。ちょっとね、こんな風に人参祭りですね。なるほどなるほど。あの、全てに共通するポイントなんですけど、はい、あの人参のね、皮だと思ってる部分って皮じゃないんですよ。え、そうなんですか？なので皮むかないでください。むいてましたですよね。むいてましたね。あの、はい、本来の人参の皮って内小細胞っていう薄い膜で、はい、もうあのお店とかスーパーに並んでる時点で泥を落としているので、はい、皮もいわゆる皮と思ってる部分で落ちてるんですね。たんですね。なので人参皮むかずにこれからお料理作ってもらいたいと思います。はい、じゃあまず早速、はい、1品目、ツナの人参和えです。はい、人参1/2本、そしてツナ缶1缶、はい、市販のドレッシング、これはね、うん、好きなドレッシング選んでください。はい、で、人参を細切りにして、はい、耐熱ボウルに入れてもらったら、はい、ラップをふわっとかけてもらって、はい、2分加熱します。はい、次にツナの油を切ってもらって、はい、人参とあの市販のドレッシング混ぜたら完成です。うん、それだけですか？そうなんです。すごい簡単、簡単にね、はい、混ぜるだけというものなんですけど、最近あのツナはあの水煮缶もあれば油のオイル缶もあるので、はい、いろいろありますよね。ね、あの水煮缶の場合には別にそのまま使って塩コショウを足すだけでももちろんいいですし、オイル缶だとどうしてもカロリー気になるじゃないですか。そうなんですよ。なので、まあ、その場合にはオイル切った方がいいかなと思ってます。なんか好きなドレッシングっていうことだったんですけど、なんかおすすめってあります？これ私個人的にはフレンチドレッシングが一番好き、さっぱりしてて美味しそう。はい、
これねドレッシング選びも楽しくなりそうですよ ね、 なりますね。次2品目がですね、はい、ピーラーで作る人参麺のサラダです。人参麺、はい、これ人参をですね、はい、ピーラーで剥いていって、はい、で剥いていくとこう皮がね麺みたいなちょっと平麺みたいになるんですね。あ、薄くはなりますけど、なんか幅太くなりませんか、ピーラーで剥いたら。これですね、はい、あんまり力入れずにささっと剥いていけば、そんなに太くならないので。そうなんですね。まずね人参これを、はい、皮剥いて使っていきます、うんうんうん、はい。で、調味料なんですけれども、練りごま、はい、すり白ごま、うん、だし、醤油、砂糖を使っていきます、はい。まず人参をね、先ほど言ったようにピーラーで回しながら麺みたいな形で剥いていきます、うん、はい。そして耐熱ボウルに入れてもらって、はい、ふわっとラップして電子レンジで2分加熱します、はい。ラップを外して冷ましてもらったら、うんうん、ボウルにですね、練り白ごま、これスーパーで売ってます、はい、そして白ごま、はい、だし、醤油、お砂糖全部入れてもらってスプーンで混ぜてもらって、はいはい、そしたらそこにですね冷ました人参を混ぜて完成します。うん、これもまた簡単。ごまの風味がふわーっとしててですね、あ、美味しそう、ね、練りごまのペースト状のものを、ね、そうですありますもん ね、 お手軽にスーパーで買ってきてそのまま使えるのでね。なるほど、こういう時に使うとまたいいんですね。なんですよ、うんうんうん、そして3つ目、はい、今度は人参ドレッシングです。人参ドレッシング、これね、これすごいなって、ドレッシングにしちゃおうという、はい、思いましたなんですけれども、はい、まず人参1本、そして玉ねぎ、はい、具材としては、まあ、食材としてはこれだけです、うん、そして調味料としてお酢、はい、オリーブオイル、塩、コショウ、蜂蜜を使っていきます。蜂蜜、これですね、はい、玉ねぎと人参を適当なサイズに切ってもらったら、はい、ミキサーにですねその切った人参玉ねぎと、はい、あとお酢、オリーブオイル、塩、コショウと、まあ、この辺の調味料ってドレッシングで使われる調味料なんですけど、これと蜂蜜を全部ミキサーに入れて、はい、スイッチオンってだけなんですね。それだけ、はい、これだけで人参ドレッシングできるんですけど、はい、ただねミキサーがないっていう方もいらっしゃいますよね。うん、そうですね、もしミキサーなかったら、はい、人参と玉ねぎはすりおろしをしてもらって、はい、ね、調味料をね全部ボウルで混ぜてもらったところに、うんうん、そのすりおろした人参と玉ねぎ混ぜてもらえば完成していきます、はい。そうなんですね、ありがたいです、ね、出来上がったら、まあ、いつもはね市販のドレッシングをサラダにかけてたっていう方も、はい、まあ、このね手作りの人参ドレッシングかけてみたりとか、あとですね冷製パスタのソースとしてね、はい、あえて使ってもらったりとか。確かに美味しそうです ね、 ね、こういった使い方いろいろできますので。なるほど、ちょっと試してもらいたいなと。そうですね、人参ドレッシング、ドレッシングを作るって結構私苦手なものとしては、料理が苦手なものとしては、うん、すごい上級なことかなと思ってたんですけど、今青木さんのこのレシピ、作り方を教わって、あ、そんな簡単にできちゃうんだという衝撃でした。ドレッシング意外と混ぜるだけでできちゃうんですねやってみないとダメです ね、 ですね、やってみようと思います。いや今回も本当にちょっとさっぱりね、夏なのでやっぱりちょっとさっぱりしたものが食べたいなんて方たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひね皆さんもね使って作っていただきたいなというふうに、ね、思いました。はい、いかがだったでしょうか。ぜひですね近々皆さんの食卓に人参使った追加の一品並ぶことを期待したいと思います。以上、冷蔵庫の残り物三段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。はい、今回は、はい、今回ですね、はい、忙しい方でも簡単に時短料理が作れる便利グッズを3つご紹介していきたいと思います。ありがたいです、時短。そうです、ね、まず3位から、はいはい、貝印さんのカーブキッチンバサミ、これ Amazon で3200円の商品です。
これですね、カーブね、あの刃の部分、うん、あのハサミの刃の部分が、はい、もう最初から包丁の代わりとして食材を切りますよっていう前提で作ってるので、はい、こう曲がってるんですね。曲線になってるんですね。そうなんですよ。でそのカーブがあるからこそ硬いものでも、はい、鶏肉みたいなちょっとねこうブヨッとして柔らかいものでも何でもスパスパ切れちゃうと。え、肉も、肉も切れます。すごい、まあ、いわゆるまな板包丁いらずの商品というものですね。これはね、ありがたいですよ ね。そして第2、はい、ダイソーのクイックイージーマイクロウェーブパスタ、まあ、108円ですね。100円ショップの商品ですので、はい、そうですね、手頃でございます。これはあのタッパーの中にお水とパスタ入れて、はい、で電子レンジにかけるとパスタが出来上がるっていうもので、はい、まあ、茹でる必要がないという商品なんですね。はい、お手軽にパスタを一人暮らしでも、茹でる時ってねどうしてもこう、ね、お水入れて、入れて沸騰させてとか待って時間がかかるっていうのを短縮してくれる商品です。あ、すごい。でも本当にその電子レンジでチンでできちゃうんだったらね、パスタ、私毎日パスタになっちゃうかもしれないですね。楽ちんできますよね。楽ちんです。はい、そして第1位、はい、K&A さん、みじん切り器蓋も洗えるブンブンチョッパーという商品で、これですね、いろんなサイズがあって、はい、サイズによって金額が変わりますので、ちょっとねあのサイトでお確かめいただければと思います。これですね、はい、あの刃のついた、まあ、ボールみたいな入れ物があってですね、そして蓋もついてるんですね、で食材をそこの中に入れて蓋をして、はい、で蓋に取っ手がついててですね、はい、その取っ手をキュッて引っ張っていくと、はい、中が回転してお野菜が全部みじん切りになるっていうものなんです。うわ、これはすごいありがたいですよね。玉ねぎとかね、こう、はい、包丁で切ってると涙出てきてパンダになったりっていうのがあるじゃないですか。さあパンダにあの、ね、マスカラとかが落ちちゃって、ね、ありますね。そういったようなことがなくなっていく、まあ本当にね引っ張るだけっていう商品。あーでもこれみじん切りってやっぱり正直難しいってやりますけど難しいなっていうイメージがやっぱりあるんですよ。そうですね、はい、でね手にちょっと匂いがついちゃう玉ねぎなんか特にそうですけど、やっぱそういうのがあったりするのでこうね時短で、でもみじん切り使いたい、チャーハンとかに使いたいとかっていう時には、もうこれ絶対使いたいですよね。フードプロセッサーだとさすがにね、ちょっと出してきて電源入れてってそこまでだとちょっとなっていうのも、そうですね、これだとお手軽にできるものなんですよね。しかも蓋も洗えるという。そうですね、蓋も洗える、全部きれいに洗えるのは安心ですよね。これはありがたいです、ね、今回ちょっと3品ね お教えいただきましたけれども、まあ、時短料理ね、できるだけ短い時間で美味しいもの食べたい、効率よく ね。でも美味しいものがいいんですよね。そうなんですよ。なのでこれはぜひちょっとお忙しい方ね、お仕事などでお忙しい方はぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。はい、以上ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さてこのコーナーはぜひものソングということで、何のぜひものかと申しますとズバリ恋愛です。まあ、例えばこの楽曲を聴けば婚活や恋愛が成就するのではと私佐々木千秋が勝手にセレクトした楽曲を紹介し、毎月放送がある2回ともかけさせていただくコーナーです。今回はですね、畑基博さんのひまわりの約束という曲を、いいですね、はい、選ばせていただきました。まあ、あのご存知ですか、あの暖かい曲ですよね。そうですね、すごく暖かい曲なんですけど、まあ、あの2014年に発売された楽曲になるんですが、そんな前なんですか。そうなんですよ、あのスタンドバイミードラえもんという映画の主題歌になったので、ね、テレビなんかでご覧になられた方とかもねいらっしゃるんじゃないかな、聞いたことある人いるんじゃないかなと思うんですけど、よく CM で聞いてました、ね、本当にあのすごくこう、まあ、ドラえもんに使われているというところもあるんですが、まあ、青木さんおっしゃっていただいたようにあったかい曲、その通りなんでございます。で、まあ、なんであったかいかなっていうふうに私も感じていて歌詞をこう読んでいたんですけれども、まあ、あのこうガラクタだったはずの今日が二人なら宝物になると。一人だったらガラクタだったんだけど、二人合わさったことによってガラクタも宝物になるよねっていうね。なるほど。このフレーズが私とっても気に入って、
いいなって思ったんですよね。なんかこう言葉がこう柔らかくて、こう、はい、なんていうんですかね、こう包み込むような感じがしますよね。そうなんですよね。でやっぱりこう恋愛もそうですけど、まあ、あの結婚して2人で生活をしていくってなると、お互いを思い合って、ね、あの宝物に変えていくっていうことなんじゃないかななんて、なるほど、ね、思いながらちょっと何度も何度も聞いておりました。ということで、ちょっとねあったかい曲ということなので、まあ、皆さんにちょっとでもね優しい気持ちになっていただけたらなと思いまして選ばせていただきました。改めまして、今お聞きの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いいたします。今回はですね、はい、変化を楽しもうっていうテーマです。うん、婚活中なのに。そうなんです。勇気ありますよ。勇気ある行動ですよね。はい、今までね、はい、こうお付き合いしたことがなくて、で変わりたいなと思うんだけれども、何をどうしたらいいんだろうってわからないし、まあ、アプリもあとは、はい、まあ、相談所っていう場所もちょっとまだ不安だなと、どうしようって悩んでいた当時38歳の女性のストーリーです。はい、最近千秋さん何か勇気を出したりとか、ね、チャレンジしたなんてことあります？勇気を出した、チャレンジした、まあ正直覚悟を持ってっていうのは正直ないかもしれないです。やっぱ勇気がいりますよね。いりますよね。こういった大きなところもそうですし、はいはい、あとはこうどうしてもいつも買ってる方とかっていうのを選ぶ方が楽じゃないですか。うん、楽です。お洋服買う時なんかも、はい、ね、いつもこう似たような形の ね、 そうですね、好きな方を選ぶ、はい、ね、これをいつもと違うお洋服を買ってみるとかっていうのもちょっとした勇気なんですよね。確かにそうですよね。こういった変化っていうお話なんですけれども、はい、未来をね変えていくことができる人間っていうのが、まあ、こういった変わっていくっていうことを楽しめる人たちなんですよ。おで変わりたいって思っていたこの女性はですね、はい、まあ、まずは婚活ができる環境に身を置くことで自分を変えようって思ってですね、うんうん、私が主催するレッスンに参加いただきました。なるほど。で最初はですね、はい、やっぱりまあそうは言っても、うん、どうしようっていう気持ちも葛藤するじゃないですか。そうですよね。なので、まあ、まずレッスンに参加しようって決めて参加したんですけど、はい、そこに多少満足をしてしまっていて、実際に婚活のパーティーに行くとか、まあ、そういう行動ってちょっと怖いな、まだ不安も残ってるなっていう状態だったんですね。はい。その後ですね、学びながら友人に、はい、男性紹介してもらうチャンスがありまして、でそこでですね、はい、紹介はしてもらったけど、はい、自分から連絡するのも勇気がいることですよね。うんうんうん、確かにすごい勇気いますよ ね、 迷惑だったらどうしようかなとか、あとは何を送ったらいいかなとかね、これを送ったらいいんだって教えてもらったけれども、これで返信来なかったらどうしようとか、確かに、こういうようないろんなことを考えてしまって、なかなかその、まあ、ボタン1個押すだけじゃなんですけど、それが難しいんですよ、うん、難しいんですよこれが ね、はい、そういったですね不安もあって格闘、はい、でもこのね挑戦をしなくちゃしたい、変わりたいっていう気持ちを持ってて、はい、で一緒に学んでいる、まあ、仲間とですね、励まし合ってるうちに、彼氏ができたっていう人とかからね話を聞く機会もありますので、お友達の中で、まあ、そうですね、で、そういったあなたなんで、ね、どういう状態で、うんうん、どういうとこ頑張ったのなんていう情報交換をしている時にですね、はい、まあ、自分と同じような不安をも最初は持ってて乗り越えたんだよっていうお話だったりとか、はい、あ失敗もしてるんだななんていうのをいろいろ聞くことができたので、はい、まあ、それでですね安心したそうなんですね。あそうなんですね。あ私だけじゃないんだ、あ
確かに励みになります。仲間がいる、ね、そういったですね、まあ、うまくいかなかったなんていう話ってなかなか本とかにも書いてないですし、そうですね、良くなったことしか書いてなかったりしますもんね、中にはね、どんなところでなんかこう動けないどうしようって心配になったのかとかね、分かります。そういったようなところっていうのをですね、まあ、仲間からちゃんと聞くことができて、まあ、そしてね、だんだんと あの人だからうまくいったんだなんていう考えが、あ、私でもちょっとできるのかななんていうふうに考えられるようになってきたんですね。なるほど。そしてレッスンの中でもですね、コミュニケーションの取り方とか料理っていうのをトレーニングしたことで、今までできなかったっていうことがだん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 できるようになってきて、自分にも自信がついてきた。なるほど。そしてですね、今までね動けなかったっていうものが私もできそうだっていうので、ちょっとずつこう動き始めることができたんですね。そして、そうやって動き始めたところで、たまたまね出会った男性がいたんですけれども、その男性ともですね、自然に自分の思ったことをもう喋れるようになってですね、そしてその男性ともお付き合いが始まりました。そうなんですね。38歳で初めて彼氏ができて、ね、そうだったんですね。戸惑うっていうことも多かったみたいなんですね。確かにそうですね。初めての経験ですから、ですけど年齢ってあんまり関係ないんですよね。まあ、変わりたいって思ったところがスタート地点ですしね、そうですね、なのでね、もうこんな、ね、年齢だしなんて思う必要も全然ないですし、やっぱりちょっとでもねやってみようかなどうしようかなって思ったらその時が始め時なので、確かに迷う気持ちはよくわかるんですけどね。そうなんですよ、わかるんですよ。そこを、ね、乗り越えたら、いろんな新しいものが見えてきたりとか。そうですよね、まあ、この方は本当に、ね、勇気をたくさん出して、ね、今があるのかなというふうな印象がありますけれども、やっぱりなか結構多分多いんじゃないんですかね、こういう私もやっぱりこうどういうメールを送ったらいいかとか、送ってもいないのに返信がなかったらどうしようかって考えちゃうところは ね正直あるので、まあ、これはまあ乗り越えていくっていうことが大事なんだなっていうふうに、改めて感じましたけれども、私もね昔衝撃というか、なるほどと思ったのが、菓子屋さんまさん、ね、生きてるだけで丸儲けだと、確かになっていうのもあって、なんか何があっても別に生きていけるし、失敗してもどうにかなるし、生きてるだけでいいんじゃんっていうのを思ってから、なんかちょっと挑戦してみようかな、やってみようかなってちょっとずつ思えるようになったんですよね。なるほど。じゃあもう青木さんもそういう、まあ、もともとそう考えてた時があって、そう変わったということですね。変化したっていうところですよね。変化ってね、簡単そうに思えるんですけど、結構大変なところも正直あるかなとは思うんですよ。ただその先に待ってる未来を考えたらね、よくなっても悪くなっても自分のためになるんですもんね。なりますね。糧になっていきますからね。ね、私も勇気出そうって思いました、頑張ろうかなというふうに思いましたね。ぜひぜひ変化を楽しめる環境っていうのをね、作ってもらって、ちょっとね周りからもこう勇気もらったりするといいかなと思います。はい、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。皆さん、今回のエピソード参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方は、ぜひですね、愛され飯協会で検索をしてみてください。以上、ラジオで婚活のコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間ということなんですが、今お聞きいただいております愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひこれからもお聞きいただければと思います。由美さん、今回の放送を振り返られていかがでしたか？いや、 やっぱりあっという間なんですよね。そうですよね。私ね、青木由美の SNS、インスタ、Facebook なんかもですね、いろいろなコーナーでピックアップしている、まあ、お料理の画像とか作り方なんていうのも、アップしていますので、ぜひチェックいただけたらと思います。はい、ぜひ皆様チェックしてみてください。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、
愛され召し上がれ。